皆さんこんにちは。今回は後手番でやっていきます。後手番ですね。こちらは後手番ということで、パックマンやっていきますか。パックマンやっていきましょう。パックマン。パックマンということでね。はい、取ってこない。これは想定通り。<laughs> パックマン取ってくる確率1%節。なかなか取ってもらえないですよね、パックマンって。想定外のように見えて、想定内と。 なんかこれパックマンのこと考えてて取られないのってなんか想定外のように見えて想定内よなっていうのを先考えてあれ想定外の想定内みたいな言葉ってあるんかなと思って調べたらなかったですねまああるわけないか <laughs> 意味分からんしなそれ考えてる時に思ったんですけどもうちょっと分かりやすい言葉ありそうですよねそれを表すそれわけわからない話してるんですけど で今回ちょっと皆さんにお願いしたいことがありましてそれ何かっていうと僕もう一個のチャンネルやってるんですけどそれっちで割と好評だった企画をやりたくて何かっていうと,、えー、とあなたのっこの将棋の中盤のどこかでこの局面であなたらどう考えますかっていう質問をさせていただくのでそこで考えた手をコメントに書いていただけると 嬉しいいなと思いますでなんでこれ始めたかっていうと自分実況をする時にできるだけ心がけてることがあってそれ何かっていうと皆さんがこうこの局面でこうかこの手指したらどうなるんやろうっていうふうに考える手を予想してで操作したらこうなりますよっていうのをできるだけ解説するように心がけてる,るんですよね。ただそそそれってそもそも僕が その皆さんが考えての予想を外してたら全く意味のないものになってしまうのでできるだけその予想の精度を上げたいっていうのがあってなんでこうそのためにもですねこう皆さんにこう中盤の局面での指し,しての予想を書いていただけるとあそういう予想が多いんやとか分かってこう結構勉強になるのでそれ書いていただけると嬉しいなって思,う思います。 でなんかそう思って始めたんですけど一回やったらこれシンプルに結構楽しくて結構いろんいっぱいコメントくださったんですよね一回目やった時それが楽しくてですねやっていきたいなと思いますなんかこの手いっぱい予想する方いるんやこの手が一番多いんやとか予想としてあこの手意外に少ないなとかあこの手予想ないんやとかなんかそういうの分かったりして結構書き込む どうも楽しいと思うんですよねなんか自分書き込んで後で見てみたら「あ同じ指しての人いっぱいいる」とかあと書き込もうと思って見ることでこれより能動的に何て言うか前のめりに見ることになると思うのでより身になるというかそういう面もあると思うので是非書いていただけたら嬉しいなと思います。結構楽しかっったですねうんやっぱり 人それぞれ同じ局面でもうん考え方が違うというかなんか同じ指し手を選んでても理由が違ったりとかそういうのもあって面白かったですねまあコメント書くときはもう本当符号だけでも全然大丈夫です例えば7六歩って指したいなと思ったら7六歩だけでも全然いいですし理由まで書いてくださる方は理由まで書いてくださると嬉しいですっていう感じですねでこれを言うと えーとどこで問題問題というかどこで質問しようかなっていうことになるんですけどまあまだかなまだやっぱ中盤が一番指してって難しいじゃないですか中盤がこう一番何て言うんですかねぼんやりしてるというか指してを決めにくいところだと思うんでそういうところを伺っていきたいこれ角打ちとかから暴れにくてあるんやけどなさすがにちょっとやりすぎか逃げて切って同銀まあさすがにか 金とか上がって金活用したいんですけど角の打ち込みがあるんでうんーって感じかまあそれもな一応あるんですけどねまあないんかなちょっとハメティチックな感じですけどこれ金上がって角打たれたらそこで角打ってもし飛車寄ってきたら銀取って銅銀に銀打ってこれ飛車金両取りになってるんですよね。 で逃げてて金取って同飛車に今金取ったんですけどその金をここに金打てばここにいる角が積むっていう手順があってで以下ちょっと最後までやると強者取って同金ってなると思うんですけどその局面めちゃめちゃ駒交換してややこしいんですけど多分金強交換でこっちが駒どくなってるんですよね。だからそれにいざなってみる説はあるんですけど。 まあないかな。ちょっとなあ。ちょっと狙いすぎ感あるしな。いやーでも金活用できるのででかいからやってみるか。金使えるのはでかめなんですよね。ああだから相手の方もちょっと銀引きで対応してきましたね。飛車回ってみる。いやー変か。風付きは角打たれるしなあ。角打ちは回って角なり同金。 うんこれ今度こそ角打たれて困る説あるか今度こそ説あるか桂馬うん角打って桂馬なあ角なら桂馬跳ねて桂成と角取りを狙うみたいな手もあるけど角今打っても別にそんなになんかな働いてる感じもしないしいや金はちょっと欲張り欲張りすぎ説ですか 欲張り魂が出てしまってるかな。いやー、じっと風ではおかしいよな。本当に角打たれたらどうする気なんやろ。角は大丈夫なんですかと。はいー、来ましたね。<laughs> はい、来ましたね。これは来ますよね、それは。それは来ますよ。桂羽は銀引きうーん、まあそこで角打てば受かるっちゃ受かるのか。同角内同金風でも嫌かな。 まあでも跳ねるか銀引いてうん桂成同銀いや,いやいやまあ一回角か一回これで香車取り受けて同金で歩で取られるけどまあ桂成同銀角とかで反撃できるからまあまあかなそろそろ中盤になってきましたねそろそろ皆さんに指しての。 候補こう質問させていただく局面を上げていきたいんですけれどもあもう一回角かもう一回角あここにしようかなここどうします皆さんここ皆さんだったらどうしますここむずそう <laughs> むずそうでなんかめちゃめちゃなんかいろいろありそうなんか漠然としすぎて難しい気がするんですけどこういう局面聞いてみたい ここを皆さんどうしますかここだったら。これ普通なんかめちゃめちゃ勉強になりそう。うん。書くこの局面でどうするかこう指してをコメント欄に書いていただけたらと思います。もう2秒後ぐらいには自分の候補手を言おうと思うのであの書いていただける方はよければちょっとパッと止めてパッと書いていただけると嬉しいなと思います。というわけで自分の候補手を言おうと思うんですけども。 えーどうやろう <laughs> まあなりがパッと見かなパッと見なりから暴れていくぐらいかなあまあ局面としては強者取られるとシンプルに悪くなるんでその前に暴れたいんですけど、まあ、どう暴れるかっていうふうに考えますかねで暴れ方としてなりぐらいしかちょっと思いつかない道銀に角みたいなでも逃げられて角なったぐらいじゃさえないんですよね うん<お> <laughs> まあ分かっててもなるしかないのかな冴さえないと思っててもなるぐらいしかないことはなかったですよね今なりとか風突きとかも考えましたけどねうんあと風付きうんなんか同歩に叩きとか風付き豆腐にまあ何かとか考えたんですけどちょっと分かんなかったですねうんでもこれも変な気がするな 皆さんの候補手めちゃめちゃ気になるあーそれいい手だなっていうてあるんでしょうねうんそっち刺しとけばみたいな後悔しそうこの系なりだってここで手が見えてないもん <laughs> ここで手が見えてないんやまあ一本ここは筋かななんとなく後々馬引きとかも消せるんであとどっかでこう歩垂らして歩成から攻めていく手を狙うとか 京京損やもんなぁ京京損はでかいたらしは銅銀か月は同歩うーん金食い金食いは風かたたき銅銀いやーこんなに時間差ついてんの待ってくれよいやそれは聞いてないな叩き銅銀叩きいやー待って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 ,待ってなんかめちゃめちゃ焦ってる に次歩いやー何狙ってるかよく分からへんな何狙ってるかよく分かりませんっていう感じになっちゃうこれ同歩に同金で攻めていこうっていうことなんですけど同歩、まあ、なら同金ほっといたら取り込み金出る歩打つんじゃなくて金出てスライドする同銀なら飛車なりみたいなことも狙いたかったですけど金出ると歩で。 筋取りにしつつなんかこの飛車の利きを止められてちょっと攻めにくいかなと思ったんですよねここでじっと歩を打ってこの飛車の利きを止めてくるてさえあるかもしれないあ同歩かまあ同歩も自然ですよねただ同金で一応次歩のたらしが楽しみかあーだから一回この5筋から効かないように馬をいじめてきたかここに引きたいけどこう使えるし 強者打ちがあるんですよねだからここかなうんまあここも一応こう出ればこう使うルートがあるからいやーどうなんやろ形勢は、まあ、形勢は悪いか形勢は良くない気がするけど形勢は良くない気がするけどこれは一回金取り受けましょう同強なら同金で同銀に飛車でこう飛車取れるんで大丈夫ですね 連打の方が良かったですか <laughs> 連打でしたかって言いながらいやこれ封ならもう銀出られるなうまかここ守りつつ飛車のラインからかわしつつって感じの手ですねうんまあ時間内な,なりには割といい手がさせた気がする気がしてるだけかもしれないけど いやーまあ相手の方の陣形が玉頭に傷を抱えてるっちゃ抱えてるのでああだからねそこを消しつつね小瓶を狙うまあこれはちょっと時間がないのでとりあえず刺したって感じですけどまあどっかで不成りのと金攻めが爆発すればいいなっていう感じですね馬の危きとうーんちょっと正直深く考えて刺した手ではないですね終盤に時間をちょっとでも残しておきたいと。 そういう気持ちが働いてますはいいや橋攻め同封いやーいやだねいやだいやだ封に同胸いや一応飛車の横撃があるんででもどっかで止めに来るんよなこういうのって66六六風とかまあでもそれ不切れになるか封でこううんこれ同胸で同系なら同飛車があるってことなんですけど ここで飛車の攻撃を止める手があったら怖いけどなかったかな。これで一応対応して。いやー強気同金同飛車。いや、しかし結構危ないんじゃないの、それはそれで。同馬同香でこっちの手番になるんで、それを生かしていきたい。同馬同京でこっちの手番なんで、手番なんでって言いつつ、一回なり捨て。でも、それすら入るか怪しいんよな。 これを手抜かれる説があるけど、まあそれが入んなかったらもう全部入んないか。とりあえずこれ入れて、これは同金に飛車打ちが厳しくなってるよっていう狙いですね。終盤の手筋で、単に飛車を打ち下ろすよりも、同金に飛車を打った方が、金取りにして打てるので、厳しいと。あーでもそうですね、この金は取られてももういいよっていうことですね。この金を取った手が一瞬ぬるいので、なんかこう、 この玉に直接は響いてないので、その瞬間に銀を取って寄せようっていう感じですね。で、こっちとしても、この金は一番いいタイミングで取りたい。なんか金を取、これ取った手が詰めろとか、そういう時に取りたいので、今すぐ取るんじゃなくて、ここは桂馬とかで一回絡んどいた方がいいんじゃなかろうか。これは、まあ金取る手も、これは一回受けるしかないかな。金取る手もあるんですけど、 持ち駒に金がこっち入ると飛車切って同玉に頭金で詰みっていう筋も狙ってます。でこういうのを狙っておくと「と」<laughs>「と」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 「なるほど」いやうますぎるこれ同玉書くか表飛車いやそういう頭金とか狙っておくと相手の方金渡しづらいんですよねとかドヤ顔解説しようと思ったらまあ逃げると詰みかダメですねそれは。 詰まされたら負けなんで詰まされちゃあ負けなんでいやーどうしよう取るどう何なんやろこれ同玉どっちもありそううんこれは同銀かなーいやーそうか同金に金貼り付けましょう角かわしてくるか何でもきついけど いやーうまいうまいなあ相手の方いやーこれ同角かうまきいてたうまきいてたわうーんなんかないふ <laughs> く角最後の勝負で <laughs> 最後の勝負で, <laughs> 勝負で同玉に銀とかで寄らないでしょうかこれ金で受かる形なんよなー金で受かる形あてか角渡したやん角渡してるやん あーそうかいや強かったなーめちゃめちゃ冷静でしたね逃げてまあ強者が手筋ですかまあ何でも罪ですねこれだけ駒があったらうーんいや強かったこれはハラキンでも罪ですねそうですねというわけで完走戦なんですけども今回はポイント えっと2つでいいきたいと思いま,すまあこっちが形勢悪くしたところと、まあ、その後途中こっち良くなったんですけども決め手を逃して負けになったっていうところがあったのでそこを合わせて2つ見ていきたいと思います。まあ今回はパックマンからちょっと立石流みたいな立、まあ、石流とかま石田流というか早石田というか、まあ、この浮き飛車の形になったんですけれども。 1>, えーっと1つ目のポイントがここでこの封付きがちょっとぬるかったみたいですねまあもっとより積極的にリードを奪いに行く手があったらしくてそれがこの飛車回りですねこれなでも刺,刺すか <laughs> 刺しにくい気がするけどこれ何狙ってるかっていうと次に角打ちが一つ狙いですね。 飛車逃げられると角積むんですけども角で銀を取って同金に飛車をなれるまあこれは角銀交換で駒損なんですけどもそれよりも竜ができているのが大きいのでこうなればこっちがいいですねだから飛車回った時に角の筋を受ける必要があるんですけどもこれ風つくのが手筋でなんか受かってるような気がしたんですよね。これに角打つと飛車浮いて 受かるのであんまり効果がないとただ飛車回って風つく手には角を打つ手がいい手らしくてこれが見えなかったですねこれは次に飛車走り同飛車同角を狙っただけの手なんですけどもまあ単純なんですけどかなり受けづらいですねここを足す手がないのでまあ無理やり足すなら唯一角はあるんですけどこれまあ端歩攻めていけば。 と攻めてていくくここがができてこっちが良くなりますねだから角打ったらもう受からないので後手はあ後手というか相手の方はもう角打って攻め合うのがいいらしいんですけども狙い通り飛車交換しちゃえば、まあ、飛車にはこっちの陣形の方が強いのであと桂香を拾えばなんかここら辺に桂香を打って攻めていけるのも大きいので、まあ、こうなればちょっとこっちに歩がある将棋だったみたいです。そうか 角の筋見えんかったなあまあでもそうやって無理やり飛車交換を狙うのが良かったんですね。でちょっとこの辺りで損してこっちが悪くなったんですけどまあなんだかんだなんだかんだでまあこっちの陣形が硬いっていうこともあり逆転したみたいなんですけど終盤ですね。将棋は終盤。将棋は終盤力とよ,よく言ったもでここですねここ。 この軽打ちない,い手に見えたんだけどもっといい手がありましたねこれがちょっと最善ではなくてこの辺りから結構もうおかしくなってましたねここは軽打ちではっきり良かったですねこれ同香は同歩が次歩成までの詰めろになってまあ結構この飛車まで働いてきて受けにくいのでこっちがいいですねまたこっちに逃げるのはこれ銀打ちが。 大手金取りになってどんどんんこ,これも良さそうですねこっちに逃げるのも飛車で強者を取って <laughs> なんか絡まりました、ね、飛車で強者取ってえー、っと迫っていくことができるので良さそうと。でこっちも飛車をなって大手で迫っていけばこれ合駒しても同桂りで取って寄せていく形ができるのでうん寄り形ですねっていう感じでまあ 難しいところありますすけど、まあ、寄りがたちですねあと飛車をこうこことかここになって寄せていけるとあの本部の銀捨て同玉角の大手飛車から逃げられるのも大きいですね。うーんいやーこれよなー普通は普通はこれ。<laughs> いやー普通は桂も桂も普通な気はするけどちょっと本部の。 これ完全にうっかりししてました、ねうんいやー完全にやらかしいそうかそのラインは見えんかったなうんそうかそっかそっかだからまあもう桂馬で大手でどんどん迫っていく方が良かったってことですねこの局面は桂打ちじゃなくて桂打ちそれを打ってればまあ同体をしても相手の方としては厳しいのでこちらが良くなってたみたい小生勝勢かな1500点ぐらい。 良かったみたいですねまあ、ここからはちょっとおかしくなってまあ大手飛車されてちょっともういろいろ厳しいですねなかなか相手の方の玉く寄る形が見つからないのでうん最後隠してましたけどそっか隠したそれは罪ですねさっきまで隠なかったんで相手の方の持ち駒にちょっと忘れてましたマイカはキー打たれて罪でこちらの負けになりました 実践で役に立つ手筋を紹介したメンバーシップを配信しています。また右四間飛車の指し方をまとめた電子書籍も配信しています。詳しくは概要欄をご覧ください。